はい、今ねどこにいるかっていうとね、ボリビアの首都のラパスにいます。ラパスの、ケーブルカーがあって今利用しているところです。いくつか路線があるみたいですけどね、ここ最近何年か前にできたみたいですね。で今結構路線が4路線もうちょっと増えてるかもしれないですね、もしかしたらね。すごいです。まあこのラパスというのは、高所にある都市です。首都として最高所にある都市として有名ですけど、その中でまあ坂が多いじゃないですか。登るに降りる大変で、まあこんな感じです。山の斜面に、まあ、こういう形で、いろんな建物が建てられているわけだけどね、そこら辺なんかもうスラムみたいな感じですよね。で、その中で移動するのは結構大変です。バスとかなんかも動いてますけど大変なんです。で、その中でまあ画期的なシステムということで、まあ、このような形で、ケーブルカーが、開発されてね、もちろん外国の援助もあってると思うんだけど、こんな感じで走ってます。すごいね、結構怖いな、結構なスピードですよ。まあ、ケーブルカー自体新しいですから、まだ大丈夫だと思うんだけどね、メンテナンスとかちゃんとしてるかなという心配になりますけど、まあ、こんな感じです。だからスキー場に来たような気分。うん、だからこれがもうボリビア首都のラパスということで、ラパスの中で、人々の今、足となっています。1回乗るのに3から5ですね。なんで、まあ、日本でいうと、すごく何十円の世界ですよ。なので、人々の、庶民の足として、利用できます。多分その割引券みたいなやつね、あると思うんだけどね。で、なんかそこの時いいのになってるな。まあこんな感じです。ぜひともここに来たらね、乗っていただきたいものということで、ケーブルカー乗っていただきたいかなって感じがします。